皆さんこんばんは、津軽三味線奏者の久保田裕二です。こんばんは、アーティファクトです。いやー、もうね、9月ね、ね、秋ですけど、うん、まあ、秋好きですからね。秋好き、はい、俺もね、秋からね、春まで好きだから。長いんですよね、うん、この間も言ったけど、長いんです、長い秋からね、うん。新東京商店街は昔ながらの商店街のようにあらゆるジャンルの専門家クリエイターが集まって、そこから新しいコミュニティが生まれ、新たなものづくりを展開していく、そんなコンセプトで番組をお送りしています。それでは新東京商店街オープンです。ザ・ファクトリー東京がお送りしている新東京商店街、本日のゲストをご紹介しましょう。グラフィックデザイナーでロックバンド快速東京のギタリスト、一ノ瀬優太さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずちょっとプロフィールを。はい、はい、一ノ瀬優太さんは1986年東京都生まれ、多摩美術大学グラフィックデザイン学科を卒業、クリエイティブチーム世界に所属され、広告、ポスター、書籍、CD ジャケットのデザインなど、今注目のグラフィックデザイナーとして活躍をされています。さらにロックバンド快速東京のギタリストとしても活動され、来月10月8日にはワンマンライブの開催が決定しています。はい、じゃあ早速ですけれども、はい、まず1曲聴いてもらいましょうか、はい、曲紹介お願いしていいですか、はい、去年出した快速東京オリンピックっていうセブンインチから殿様ガエル聞いてください。快速東京オリンピックで殿様ガエル、すごい、うん、これフルなんですよね。あ、そうです、今のはフルバージョンとかじゃないんですよ。全然全然これがすごい。え、これだいたい全部短いですけど、そもそも、はい、いろいろ紐解きたいんですけど、はいはい、なんでこんな短いんですか。いやでもね、意外と、はい、そのこういう風に日本語でやってるバンドは少ないかもしれないんですけど、はいはい、あのアメリカのパンクバンドとかでショートチューンってジャンルあるんですよ。短い、もうアルバムが20曲とかで、で大体みんな短い、そうです、1曲1曲が短い。サークルジャックスとか、はい、なんか、まあ、まあ好きなそういうハードコアバンドいっぱいいるんですけど、別に日本にももちろんいっぱいいて、はい、Your Song is Good のメンバーが昔やってたフルーティーってバンドとか、はいはい、短いんですよね全体に、で僕が中学高校ぐらいの時、実家から近いライブハウスに西荻ワッツっていうのがあって、はい、西荻ワッツってすごいそういうなんかあのハードコアバンドとかいっぱい出てたんですけど、うんうん、短い曲のバンドとか見てたんで、うんうん、そういうとこへのこう、まあ、憧れみたいなのもあったんですよね。へえ、単純に1分半ってさ考えると、はい、結構こう詰め込まなきゃいけないのかなって思って、あ、でも逆に言うとこうあれですかね、結構ねイントロがない、いきなりサビから入って、そうですよね、ギターソロサビ終わりみたいな曲ばっかりなんですけど、だから言いたいことだけ言って止まって終わるみたいな。あ
でも聞きやすいっちゃ聞きやすいのかそうですかね。いやまあでもなんかそうですね、短いですねって最初に出した時とか取材のたんびに言われましたけど、うん、で基本的な感じだと短いですよね、短いよね、うん、ね、ここからぐらいの感じだもんね。でもね BGM じゃないんですよ、はいはいはい、はい、そうですね、そうですね、うん、仕事中に聞くみたいな、うん、そうこうおしゃれなランチで横で聞くみたいな音楽ではないんですよ。はい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 、はい、もうこうっすよね。そうですね、言いたいこと言いたいこと言って帰ってくるっていう、うん、すげえ元気いっぱいで。そうですね、しかもこの快速東京オリンピックってはい、オリンピック、はい、目悪い人はこれオリンピックに見えますね。まあ言ってますけどね、オリンピックまあ丸だけど×みたいな感じですよね。そうですね、これジャケが、うん、オリンピックの五輪が丸が×になってるんですけど、×ですね、はい、なんかまあ結構ちょうどねオリンピック問題で舛添さんが叩かれてた時期だったんで、ちょうどね、はい、そっか去年ですもんね。そうそう、で1曲目じゃんけんガールっていう、はいはい、勝敗はじゃんけんで一瞬で決めろって曲なんですけどこもってるな、そうそうそう、こもってるよ思いが。そうなんです、だ結構まあ僕らなりにちょっとこうまあ世の中に対してね、まあ、まあ言ったるぞみたいな感じだったんですけどね。はい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 、これジャケのデザインも、はい、これ僕やってますね。基本的にあれですか、快速東京 の、 そのジャケットとかは全部ご自身で。そうですね、ジャケットはもう全部僕がやってますね。はヘルボーイっていう曲は、はい、工藤官九郎さんの映画の、トゥーヤングトゥーダイっていうのを、はいはいはい、僕ら出たんですけど。そうなんですね、映画にも。あの地獄の話じゃないですか、はい、そうですね、地獄高校っていう学校があって、そこのバンドやってもあ出たんです。あ、そうなんですね。そうそう、はいはいはい、はい、でその地獄高校軽音楽部の部員っていう、うんうん、役で出て、うん、そのシーンで使うために作った曲なんですよ。あ、へー、そうなんだ。そうなんです、ちょっとそれも注目してもう一回見てみよう。ヘルボーイっていう曲が入ってますね。ヘルボーイ、そうなんです。はあ、そもそも、はい、音楽との出会いというか、はいはいはい、東京ご出身じゃないですか、はいはい、どんな。あ、でもね、音楽自体は割と両親もロックとか好きなんで。へえ、あ、はい、じゃあ割と身近に。そうですね、もうちっちゃい頃からなんか家族でポール・マッカートニーの東京ドーム行ったりとか、はい、まあ、クラプトン見に行ったりとか、まあ、割とそういうロック好きだったんですよね、はいはい、あとは中高一貫校で男子校だったんですけど、はい、中学で入るとこう高校の先輩が文化祭でバンドとかやってて。やってますよね。で、あとね、僕はバックトゥーザフューチャーがすごい好きなんですけど。おー、来ましたマーティーがギター弾くじゃないですか。弾きますね。あのシーンへの憧れが、もうそれが未だに。僕好きなギタリストの欄にマーティー・マックフライって書いたことありますか。すごいな。いやでもね、あのバックトゥーザフューチャーにはね、いろんなね、うん、男心をくすぐる、うん、ね、エッセンスあるよね、うん、あのスケボーでトラックに捕まって投稿するの憧れましたよ、はい、かっこいいんですよね全部、うん、かっこいい。あの、なんで車タイムマシンにしたのって聞くと、ドクがかっこいい方がいいだろうって言うじゃないですか、うん、それしかないですよ、ね、それしかない、その一言で十分なんですよね、うん、その一言で十分。まあでもそうやって子どもの頃から音楽に触れていて、はい、でも音楽活動とそのデザインっていうところだと、はい、音楽の方が先だった感じですか。そうなんですよね。っていうか、あの、まあ、美術大学に入って部活のバンドなんですよこれ、はいはい、で、うんうん、僕が3年生になった時に残りのメンバー3人が1年生で入ってきて、はいはい、で、なんかあの学校の、まあ、しきたりじゃないですけど、納涼祭っていうのがあって、はい、最初新歓ってあるじゃないですか、うん、ありますね、先輩たちが1年生を部活選んだりするので、はいはい、前出てこう各部活が芸やるんですけど、うんうん、そのお返しで1年生が入って1ヶ月ぐらい2ヶ月ぐらい経った時に、その1年生が今度芸やるっていうイベントがあるんですよ。そこで1年生のバンドが出なきゃいけないんですけど、あのギターいないんで先輩弾いてくださいのみたいな感じで始まったのが快速東京なんです。はあ、そうなんだ。そう、だから僕だけ先輩だったんですよね。え、ギター自体はもう、うん、結構もう前からやられてたんですか。ギターはね、中学高校のその学校入った時に、うん、中学受験だったんで、はいはいはい、中学入ったらギターやりたいってずっと言ってたんですよ。はあ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 。それで中学からギター、最初ベースだったんですけどね、うんうん、楽器やってましたね。へえ。じゃあもう快速東京自体は大学時代に、うん、そうですね、はもう誕生してる。だから、ね、今年10年なんですよもう。おめでとうございます。実は大学から出ないで最初は学校内だけでやってたんですけど、うんうん、はあ、それが
うん、でその一番最初の頃からもうグラフィックはもうご自身で手掛けてた感じですか。まあそうですね、でもね一番最初のデモはね僕じゃなくてドラムが作ってましたね。てかメンバー全員美大生なんで。そうかそういうことですよ ね、 そうですね。皆さんじゃあ割とそこら辺は、うん、そうですね。だからなんかいろいろみんなそれこそビデオはまあいろんな人に頼んだりしながらも一応大きい意味でのこうディレクションっていうか一緒にアイデア出したり、はい、っていうのはボーカルの鉄丸がやってたりとか、はい、あとね最初まだ僕以外が卒業する前の頃のね PV とかは人形劇のやつがあるんですけど、それもメンバーが友達と一緒に人形作って、あもうそうみんなで学校でオリジナルで作ったってことですか。そうなんですよね。すごいね、多彩だよね。多彩ですね。そもそもでもなんでデザインのそのデザインはですね、デザインをやりたいと思ったのは僕その中学の時にちょっと年上の女の子とバンドやってたんですよ、はい、1個上2個上ぐらいの友達のと女の子2人男2人で、はい、ギャルバンみたいなやってたわけですよ。でほうほうほう、その時のボーカルやってた女の子が練習終わった後にこれから横尾忠則の展示行くけど来るって言われて、出た横尾忠則そう、その時横尾忠則神羅万象っていう、はいまあ、過去最大の展示って言われてたやつを、はいはい、僕も行ってます。あの新木場の、はい、あそこでやってたんですよ、はい、美術館で。でそれについてって僕は稲妻に打たれて帰ってくるんですよ。横尾忠則っていうのがやべえって思って、やばいっすよね。でなんかねあんまりデザインって思ってなかったんですよね、うん、アートだと思ってた、うん、ポスターを、うん、でそうこれですねこれ、はい、あの画集未だに持ってますけど、はい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 、これでそのこういうこうポスターを作る人になりたいなと思って、あだからいわゆるその広告いわゆる意味での広告とかではなくて、うん、その、うん、アートポスターに憧れたんですよね。はいはいはい、ものすごい強烈なメッセージありますもんね。そうですよね、横尾さんのというかもう世直しですよね、うん、これをやってることは。そうだからある角度から見ると、うん、ちょっときついんだよなっていうどぎついところもあるんですけど、うん、でもこう紐解いていくとその時代その時代に対するメッセージですよね。そうですね、 それがすごい強いなと思って。なんかあるデザイナーの方がその横尾さんに対して書いてる文章があって、はいはい、そのものすごいこう自由にやってるように見えて、うん、ものすごいテーマに対して自分なりにこう完全に消化して答えてると、はい、だからただ毎回同じテイストで作ってるようなデザイナーっていうのはもちろん世の中にいっぱいいて、うんまあ、僕もその部類に入るのかもしれないんですけど、うん、そのものすごく全部すごいんですよ、全作品すごいんですよ、うん、あの解釈が、はいはいはい、まあ、それはだんだん自分も勉強するようになって、うん、もう自分がちょっと成長していくにつれて横尾忠則の凄さが日に日により分かっていくみたいな感じなんですけど、はいはいはい、まあでもそれが最初ですね。なんだろう、一ノ瀬さんのこうデザインとかをこう拝見してると、はい、やっぱメッセージ性すごい強いなと思うんですよね。本当ですか、うん、だからまあ、そう思っていただけるとちょっと雑な言い方しちゃうと結構ファックなところが多いんだろうなと思って、うん、まあでもそうですよね。でもそれをね出せるのが俺デザイナーさんだと思うんですよ。あなるほど、やっぱ一般の人たちというか 僕も含めてですけど、言葉で言うことって多分誰しもできると思うんですけど、それをその誰もが目に留めることのできるデザインされたものとかプロダクトにそれを落とし込めるのってやっぱデザイナーさんしかいないなっていうふうに思ってて、なるほど、そう、それが嫌味なく入ってるのがすごいなっていうまあたださっき の東京オリンピックはすげえなってマジで思いましたけどしかもそのじゃんけんっていう、うん、そうですね、じゃんけんガール気に入ってるんですけどねいやでもほとんどの、うん、分かんないですよ、日本人、僕も日本人で日本大好きなんで、うん、もっと日本の政治家の、まあ、政治家の話とかあんましたくないですよ、頑張ってって思うんですよ、もっと言ったことをこう頑張って通してよとか、まあまあまあありますよね、思う気持ちもあるし、多分あの当時誰しもが思ってたと思うんですよなすり合いかとだったらもうじゃんけんで決めれば公平にっていう、そうなんですよね、そうじゃないとだってどんどん時間だけが過ぎていくし、うん、そう、でその辺のやっぱ歌詞は僕じゃなくてボーカルの鉄丸が全部あの書いてて、まあ、そこは結構メンバー不可侵領域っていうか、まあ、やつが書いてきた言葉に対してはあんまり文句をつけないんで、はいはいはい、なんか音符に対してねこう
こっちの方が滑らかじゃないとかそういう話はしますけど、うんうんうん、基本的には彼が言いたいことを言ってて、あでなんかそれになんかこうみんなも気持ちでついていくっていうか、うんはい、そういうのはあります、ねはいはいはい、いやなんかねそう音楽とそのジャケットのデザインと両方の側面から見てて、うん、あでもこんなにストレートに実はストレートに言ってんだなっていうそうもうビジュアルもそうだし音楽もそうだし、うんまあ、だからこそ1分半で十分伝わるのかなっていうのがあるしね。うんでもそうなんですよね大体ね言いたい、うん、そう余計なこと言わないっていうのはあるのかもしれないですね、うん、それはね僕の場合はギターを考えてるんで、はいはい、かっこいいと思ったリフとかあるじゃないですか、うんうん、それで作るっていう、はい、なんかもったいない曲いっぱいあるじゃないですか世の中にこう、ね、かっこいいところが1曲に 4箇所ぐらいあるみたいな、はい、どこをフォーカスしてるか分からない、やらない、うん、かっこいいの1個だけで作っちゃうみたいな、はい、そのリフを生かすために周りをどうするかそうですねそうですね、はい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 、それはなんかでもデザイン的にもなんか1個のアイデアで1つの画面っていうのはなんか僕なりには考えてるつもりなんですけどねこの久しぶりのそうですね、ジャケットをねちょっとこの流れでちょっとぜひこれの告知をはい、はい、あちょっと今この久しぶりって言ってるのは10月8日に久しぶりなんだよこれ、ね、そう快速東京の久しぶりのワンマンライブ、はい、快速東京ワンマンギグ久しぶりもうね、はい、ドストレート、新大田フィーバー10月8日スタートがオープン5時半のスタート6時半ですね、はい、これやるんですよ。でこれなんでやるかっていうと今アルバムを作ってまして、はいはいはい、これまた久しぶりにアルバム作ってるんですよね。だいたい1年に1枚ぐらい出してるんですけど、うんうん、まあちゃんとフルアルバムは2年ぶりぐらいになるんで、ちゃんとその景気づけにイベントやりましょうっていうことでこのワンマンライブやります。ほう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 。アルバム自体はじゃあ一応年内には、そうですね、今まさにもうだいたい取り終わってミックスとかを進めてるんですけど、はい、まあ、年内発売を目標に動いております。はあはあ、これ10月8日ぜひね、ぜひ来てくださいこれ、はい、僕らも遊びに行きますんで、うん、過去にはクワトロとかですね、はい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 、代官山ユニットとかでもやってるんですけど、はい、結構毎回チケットソールドしてるので、まあ、今回もするといいなぐらいな感じで、はい、いやいやもうそこはもう、はい、しましょう、ソールドアウトしましょう、ぜひ、はい、遊び来てください。パンパンの新大田フィーバーでお待ちしておりますんで、はい、今アートディレクションとか手掛けてるもので、はいはいはい、今からでも見に行けるものとかあれば、そうですね、僕はラップミュージアムっていう展示を、うん、千葉県の市原湖畔美術館で今やってまして、日本におけるラップの歴史を紐解くっていう展示で、一応なんか調べた限りでは国内多分初だろうと、うん、まあ、チラシに国内初って日本初って書いてあるんですけど、はいはいはい、日本初でハテナびっくりマークになってるんですけどラップにまつわる展覧会、あくまでヒップホップの展示ではなくて、うん、ラップっていうその行為を、はいはい、展示するっていうのをテーマにしてまして、展示、そうなんですよ。で、まあ、面白いので言うと、はい、スチャダラパーとか、はいはい、KW 社員とかの、うんうん、リリック帳、はい、曲作ってる途中の書いたり消したりしてるリリック帳の展示で、これすごいんですけど、結構すごいですね、これ。結構ネタじゃないですか。いや、それこそラッパーの方からするとやっぱり命ですよね。それとか、まあ、消したものも入ってるわけじゃないですか。そうですよね。だからものすごい抵抗のある方もいらしたんですけど、まあ、今回美術館でやるってことで出してくださったりとか、はい、あとはね、ラップがどういう風にその音符に音をはまっていって、うんうんうん、で韻をどういう風に踏んでるかっていうムービー作ったんですよ、はい、うわそれ面白いな。歌詞が最初普通に書いてあるのが、その小説の箱にスッてこうはまっていくんですけど、わ、はい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 、分かりやすい。 それがそのラッパーによって結構その特徴があるんですよ、はい、でそれを一応なんか日本で一番なんていうんですか、スタンダードって言われてる伊藤聖光さんの東京ブロンクスっていう曲でやったりとか、うんうん、逆に今の世代の人のラップはこうって言ってこうさんの曲やったりとか、はい、まあ、なんかそういう 4つぐらいムービー作ったんですけど、それのディレクションも僕やらせてもらって、ほう、一応これ面白いですね、うん、あとは結構ラップの、まあ、初期のアートワーク集みたいので、はいはい、ECD の昔やったイベントのチラシの原本とか、はい、コピーする前の、まあ、そういうチラシがいっぱい展示されてるコーナーとか、はいはい、あとはレコードとか、あとミックステープの展示とかもあるんで、面白そうですね。面白いねこれ、うん、で結構ねアクセスがすごい難しいところにあって、いや、でも市原湖畔って市原って
湖ありました。市原になんか人工湖らしいんですけど、はい、なんかダムかなんかで、そうなんだ、そのほとりにありまして、はいはい、でもう東京駅からバスで1時間海ほたる通って行って、そこのバス停からさらにあのタクシーで10分ぐらい走んなきゃいけないんですけど、はいはいはい、天気さえ良ければものすごいロケーションも良くて、うんうん、あのいい場所なんですけど、あめちゃくちゃいいとこっすね。そうただ本当に周りに何もないんで、うん、まああれですね、車で行ければ車がベストですね、うん、車でなんか遠足、そうですね、友達となんか遊びに行けるんだったら、これが9月24日まで、はい、9月24日までやってるんで、ぜひラップをさのそのリリックがさ音にはまってくるんですよ。ちょっと見たいね。すごい見たいね。結構面白いんですよ、それが。はあ、これちょっとぜひぜひ皆さんチェックしてください。もう僕はそのキャプションとか、はい、まあムービー作るって言ったらムービーの中のちょっとしたデザインとか、うん、まあ、あと全体的なテイストを揃えるので一応アートディレクターとして入りましたね。はあ、でもこれも美術館から相談を受けた伊藤ガビンさんっていう方が、うん、その僕に話を振ってくださって。まあ、音楽が分かる人にやってもらった方がいいんじゃないかっていうことで、うん、そうまさにね今僕それを話そうかなと思って。ああそうなんだ。ね、快速東京って割とハードじゃないですか、うん、あそうですね。元気いっぱい。ああでもそういうふうに思っていただけると、はい、でもヒップホップのその歴史とかもすごく、うん、ね、お話ししてて感じるんですけど、音楽が好きなんですね。音楽はめちゃめちゃ好きですね。っていうか僕、はい、デザイナーってずっとデスクワークじゃないですか、はい、仕事場にいる時ずっと音楽聴いてるんで、うん、ものすごい CD っていうか音楽聴くんですよ、はい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 、新しいのが出れば Apple Music とか Spotify で、うん、1日2枚とか3枚とか聴くんで、はいはい、なんか年間結構500、600枚聞いてんじゃないかなと思うんですけど、もうでも別に偏りがないんですね。あそうかもしれないですね、うん、アウトプットはもしかしたらそのね、うんうん、ハードコアっていうアウトプットを持ってるかもしれないけど、聞くのは確かに僕は何でも聞きますね。へえ、まあでもそこが逆に言うとね、このホームページとか見させてもらってもデザインがさこれって誰々だよねってなるデザイナーさんっているじゃないですか、うん、あ逆に言うとそれがないですよね。あら嬉しいですね。いろんなパターンがあって、確かに、ね、これがもしかしたら面白いのかも。そのいろんなインプットがある人ならではなのかなっていうのは、なんかその、まあ、一応グラフィックデザイナーと言いつつ、はい、やっぱアートディレクターとして参加する仕事って結構多くて、そうすると僕が全部こうアートワークを作るんじゃなくて、じゃあカメラマンはこの人で、はい、じゃあ出てくるモデルの人はこういうふうにしましょうとか、うんうん、そういう仕事の仕方も結構あるんですよね、はいはいはい、そうすると別にこう全部自分が作った作品っていうのでもちょっとイメージが変わってくるんですよ、うんうん、特にあの雑誌みたいな本の仕事になってくると、はい、まあ、なのでこう見た感じはいろんなテイストがあるってなってると思うんですけど、うん、でもなんかこうソウルは残ってるといいなと思いながらこう、いや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 十分パンチはありますよしっかりと最後に、はい、まあ、今後の展開、今後の展開、展開ってあれかな、あでもとりあえずアルバムを出すんで、うん、まあ、前回フルアルバム作ったのが2年前に作ったレッドブルーってアルバムなんですけど、はい、それはレッドブルースタジオ東京っていうのが青山にあって、ありますね、はい、でレッドブルーからお話いただいて、はい、そこで作ったんですよ1枚で、それはねフリーダウンロードで発表したんですよ、スポティファイ、あスポティファイで、あの時はサウンドクラウドかな、うん、で Spotify とか Apple Music にも追加してもらったんですけど、だからちゃんと全国発売版として出すフルアルバムは結構久しぶりなんで、はい、あのフェリシティっていうレベルから出そうって今話してるんですけど、はい、なんで結構気合入って作ってるんで、はい、聞いてほしい、はい、ぜひぜひ皆さんチェックしてください。はい、さあその他もろもろの情報は基本的にはホームページ、ツイッターが多いですか、ツイッター、インスタグラム、はい、なんかツイッターも一時期のブームを過ぎて、はい、インターネットオタクみたいな人だけが残っていってるじゃないですかそうですね、その感じは僕はすごい好きで、はい、いわゆるあれですよね、うん、ツイッターしかやらない人たちが残ってますよね。そうなんです、僕はあの感じがすごい好きなんですよね、はい、あんまね綺麗事ばっかり言うのはねツイッターでは書かなくて OK です。そんなところではい、はいはいはい、では新東京商店街、本日のゲストはグラフィックデザイナーでロックバンド快速東京のギタリスト一ノ瀬優太さんでした。ありがとうございました。新東京商店街。
新東京商店街津軽三味線奏者の久保田裕二とアーティファクトでお送りしています。さあここからはザ・ファクトリー東京のコーナーでございます。はい、今週は告知があります。はい9月の17日日曜日なんですけれども、私の家元、家元、はい、うん、難しいな。僕津軽三味線奏者久保田裕二と名乗っておりますけれども、子供の頃はですね、もちろん、はい、師匠家元がおりました。そうですね、はい、なるほど、はいはい、そうなんですよ。僕に三味線の手ほどきを、与えてくれた家元がいて、その家元がですね、45周年を迎えると。45周年、はい、はい、まあ、その家元から、の元からこう出て、こう今外でねプロで活動してる津軽三味線奏者、まあ、吾妻博光さんがいたりとか、はいはい、花輪千恵ちゃんがいたりとか、そう、広原武美先輩がいたりとか、結構ね有名な方たちが、うんうんうん、たくさん出ていってる回なんですけれども、はい、まあ、僕その一番端っこの方にねちょこっといて、そうで、悪いことばっかり、こう悪ガキばっかりなことばっかりしてたんで家元からしょっちゅう怒られてたんだけど、はい、そんな家元から連絡がありまして、はい、今年45周年やるよと、うん、あ、見に行きますって言ったら、違う違うと見に行きますじゃねえと違うだろうとお叱りを受けまして、はい、45周年のね、記念のライブに出ます。やばそうっすね。はい、5年前に40周年も出てるんですけど、マジでやばかった。こんだけ豪華な三味線弾きが横に一列並んで全員ソロ弾くとかってまあないよなと思って、ド緊張だったけどね。面白そうっすよね。うん、そうなので、9月の17 17日曜日にですね、うん、これも、茨城の方でやるので、これ、うん、ウェブにホームページの方で詳細とか上げるので、ぜひ皆さん、まあ、本当に古典的な津軽三味線の演奏から民謡から、ちょっとやっぱりその今っぽいところも含めて、うん、いろんな楽曲もう多分3時間ぐらいもうびっちりどっぷりやると思うので、興味のある方ぜひ遊びに来ていただけたら、うん、あと、まあ僕の原点でもあるのでね。そうですよ、はい、はい、ぜひ見に来ていただけたら嬉しいななんて思ってます。はい、はい、楽しみにしてますよ皆さん THE FACTORY 東京がお送りしている新東京商店街、そろそろ閉店のお時間でございます。番組へのご意見ご感想、ツイッターのハッシュタグ新東京商店街をつけて送ってもらえれば、ね、あと僕とアーティーの個人のインスタグラムとかもね、はい、ツイッターもありますね、ツイッターもありますし、はい、何でもかんでもコメントしてください、はい、アーティー噛みすぎだよとかね、そうですね、うん、そう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 、最近こう結構チェックしてて、うん、ちょいちょいメッセージもらってるっすね、はいはいはい、すごい嬉しいですよね。そういうのだからね、はい、番組内でも紹介していければ、ね、いいかななんて思ってます。はい、さあここまでは津軽三味線奏者の久保田裕二とアーティファクトでお送りしました。それではまた来週。